はいどうも、ネングシューターと申します。今回も超級劉備続きをやってまいります。前回馬頭がですね、イベントで死んでしまい、馬長が長安まで占領、そして我々極陽に進出して土塁で防壁を作っているところ、ただいま序章と交戦中でございます。ここでしっかり守ってですね、極陽の占領成功させたいところでございます。今回も楽しくゲームをやってまいりましょう。では進めてまいります。右はですね、序南から3部隊、左序章といった感じでございます。各府が長子を発見、来るかい、うわ来ないか。でこの劉邦を下げますね。何気にですね、劉邦と良家、まあ、良家が劉邦に対して剣王でございますね。難しいですよね、良家、寛平、劉邦って。こう寛平を中心にした親愛でも良家と劉邦うまくいかないみたいなね、呂布配下のね、陳旧を思い出しちゃいますね。さて配置について、配置について、呂将が突っ込んでくる。これはデスゲート行くか。うんで、なんだ、左関羽が接しましたね。で劉備家計食らってる。これちょっとやばいかもしれない。あれ食らっちゃったかな。いや明鏡止水じゃない、普通の家計だこれ。さあこのターンはですね、左の序章、まず序章ですね、隣接効果でかなり強い。軍神放っていきましょう。お、もう関羽が相当削れてますね。劉備も火の中から逃れられない。連携いけるのかい。赤ゲージだけども軍神、あ連携ならず。2200、お孫権長子を訪ねて、よし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 。これですね、極陽を取ったことによって探索で出たようですね。新しい符を取るとですね、こういう効果もあるといったところ。うわやべえなこれ、隣接効果高すぎだろこれ。うわこれ序章抑えられない。これまるで幾葉と戦う時と別人ですね。これはやばい。関羽撤退か。しかしもう長領が来てしまっている。とりあえず張飛を遠ざけよう。さて左関羽劉備は引いて、右の呂将を平坦斬り狙うところ。おっとこれは一騎打ちか。んこれはどうなんだ。周祖84、呂将74、勝てるぞ周祖。出てこいほら、変な帽子かぶってるぞほら。出てるよ。さあ周祖は砲爆を持っている。捕まえられるのかい。おいいぞ、勝ってる勝ってる、これはいいですね。よし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 、もう勝ち確だ。お KO いくか。 KO いった、ナイス周祖。お捕らえた捕らえた、ナイス。よしよしよし、投与できますからね、固有じゃないから。さてさて難しいですね。左の序章まず倒したいところでございますね。さすがにこの兵数だったら倒せるでしょう。おっとまた一騎打ちだ。いやー殺さないでくれよ趙雲、頼む。趙雲は前回テイクを討ち取っております。趙雲101、序章64。ただですね、序章前回ですね、激剣の使い手のせいかKO されなかった。ただの武力64ではない。いけ、飛ばない。おこれはいけるでしょ KO。 でも異様な硬さがあるな序章。 KO かな、今ドサッと落ちたのが見えなかったですけど。うぅ趙雲武力97。お張飛が飛び込んで撃破だ。んここは出た砲と連環の桂、士気を下げていく。さてこのターンは右の宗心片付きそうですけども、厄介なのがこの大軍の長領、これをどうするか。一応平坦斬り後ろから入れるかどうかで狙っておりますが、弓矢倉を壊しましたね。で極陽を取られると隣接効果でですね、パワーアップ著しい。うわなんだこれ、1500ってもう溶けちゃうこれ。よし超超も家系だこれ。せっかく森にいるんだ、家系を放ってやろう。家系うまくいくかな、どうだい。おっと家系のマーク出て宗心を撃破で捕獲しましたね。超非政治上がりました。弓矢倉完成でございます。でもそこの位置は届きますね、ギリギリ届いて。おおなんだこれ、あ両雷かやられた。しかししっ
っかり家計は放たれている。あ、でもゴマス塗りか、痛いなこれ。で、寛平が持ってきたのは送信ですね。一応捕虜しとくか。関羽統率上がる、上がり時ですね今ね。周宗が捕らえたのはロッショ、これも固有じゃないから頑張ってみましょう。東洋さすがに無理。フォアリア関羽あと一歩、よし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 、切った切った切った、オッケーです。いや長久ね、敵強いですわ、いや今さらかよって言われてもしょうがないけど強いですわこれ。あとは縁出るでしょうね、少なくとも巨匠は出る、ジョナンも出る。なんでこれ、なんでこれ、いつの間にこんなに兵増えてるんだこれ。お前か、9000もまた運んでるじゃないかこれ。これどうしたらそんな兵数出せるんだこれ。呪衆も48000、なんだこれは。で他も軒並み1万とかありますね。河北全部取ってるのが大きいですね。こんな弱小1都市でねこの巨大曹操に立ち向かうなんてね、そもそも無理がありますよね。長領の囲みですね、このターン見てまいりましょう。周宗老将を訪ねた、中世宮中じゃ難しいですね。あ、ダメかなこれ、全員ダメかな。おお、いった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 、びっくりした、いけたわ、宮中でもいけた。お、張飛が接して、うわ難しいな、ちょっと家計やりすぎましたねこれ。よしよしよし、都市を取って軍神、どうかな。いや降るまで待ちましょうこれ。お、どこだ、竜度か、南慶州なんか荒れてるな。師匠が取ったかな、うわ師匠だ、よくねこのルートで行きました、このルート細い道よくやりましたね。おっとこれは総費か、うわーなんじゃこれ、8000、5000、7000って、これあと3ターンはかかる。また周宗あたり山に入ってもらいましょう。さあこのターンも長領ですね、見てまいりましょう。軍神フルゲージになったら叩き込んでやりましょうね。さあフルゲージ、軍神連携は張飛だけかな、行ってみましょう。うわ単発か、ここで単発痛いな、2600、よし奮戦。お、あなんだ奪われかよ、これでちょっと張領上がっちゃうんじゃないの。おっと一騎打ちだ、張飛が張領、いやこれちょっと余計なことした感前回張高に負けてる張飛でございます。ブロック103対95、その差は8しかないが、どうなることでしょうか。さあ行ってみましょう、いいバチクリ、お勝ってる勝ってる、おおすげえ、なんだこの強さ、なんだこれ、え、これ何、打ち取りパターンじゃないのこれ、怪我をさせる。よし張飛の武力1上昇、張飛ってあれですね、潜在を持ってるからそもそも上がりやすいんですよね。これはいけるんじゃないか、このね式だったら。おっと落ちきらないが、なんとかいけますね。まず左の長領ですね、倒せると思います。そして右寛平だけ出しました、長領撃破、お捕らえた、東洋だ東洋、東洋関羽信愛、関羽信愛。で寛平弓矢倉を直しつつ向かってきたのが王朝ですね、これは。ああ関羽いった、貴重な貴重な身内が。そして連合解散、このターンは左右見ないといけないですね。宗神がまずどちらから来るか、左かで右の王朝突っ込んできますね、デスゲートに突っ込む。で張飛が宗神に反応か、劉邦が持ってきたのは長領ですね、重傷を負っている。これはまあ100じゃ東洋は無理ですね。もちろん親愛に関羽がいる、これは大きい、なんとしても登用したい。フォリオそんな気合を入れてフォリオと言わなくても。さてこのターンはですね、まず左張飛宗神の攻撃を耐えることができるか、で右は王朝ですね、平坦斬りかかるかどうかですね。うわ張飛やばいぞ、家計食らうぞ、家計を試みてるぞ宗神が。
うん、こちらは周遭が王朝に仕掛けた。周遭大丈夫か、あれだいぶ食らってるな。あれ周遭84、王朝64。対象同士で勝負だ。よし行け、うん、バッタイ。よしよしよし、順調順調順調です。 KO いいよ、 KO いいよ。あーやられていく。でもこれは大丈夫でしょう。うーん、勝ち年。よし、あとは周遭が生きていけるかだ。で、見えちゃったな、上皇15000。これは無理じゃねえか。これはこれ山裾から入ってくるのかな。これ引いた方が良くないか。だって平坦切りも効かないし、これ15000もいたらさ、いやそれはずるくない。うん、なんか考えましょう。これ一回行くよ、引いた方がいいですかね。防壁が向こう側だから取り返すのは可能ですもんね。さあ、あとは張飛ですね。万人敵をぶち込めるかどうか。よし、今だ。軍神入ってほしいな。お願いします、万人敵。おお、入った入った、3連携いいぞ。オッケー、撃破。序章も間もなく撃破でしょう、これは。さて、問題はこの助行でございます。15000人、これは退却しましょう。うまく引けるかな、張飛がうまく引けるかどうか。うわ、張飛大丈夫かな、これ。あ、大丈夫かな、 今のうちは大丈夫だ。迷ってるな、張飛大丈夫か。到着しました。お、早々からの出社。お、早々自らか、暇そうだな。あー、送信長領か。長領もでもね、抽選落ちないんですよね。金釣り上げたらダメかな、これ。金これマックス1万1000だけど、うん、霧のいいとこで8000だ。どうだ、8000。これでダメだったら釣り上げはダメってことでしょ。どうですか、無理を通すのだから8000ほど工面してもらおう。あー、ダメなんだ、あれがマックス値なんだ。わかりました、値段交渉はできねえと。そういうわけでございますね。さて、このターンですね、助行が迫っておりますけど、極陽ですね、敵の領地で戦うのはあまりにも無謀で、なんか城南総比ですね、また出てきましたね。うわ、曹操やばいな、怒らしちゃったかな、曹操のね顔を潰したから交渉で。うわ、すごい来たな、本気じゃないですかこれ、城南。まあでもこれ下手にね、助行と深入りして遊ぶより、こっちを確実に全滅させた方がいいですね。このターン防衛に出ますね。左助行に対しては関羽軍団、右は劉備趙雲ですね。まず弓矢倉の補修から。助行はこう来たか、弓矢倉壊しにかかっている。で、関羽に来るか。うまくいけばこのターン両家が助行の平坦を切りますね。助行の動きどうなるか、関羽によるかどうか。弓矢倉を壊して関羽のところに来ましたね。で、劉備統率1上がる。お、これは一騎打ちだ、関羽助行に仕掛ける。関羽102、助行94。ここは勝ってほしいところ。よし行け、我が大斧のサービスくれん。お、癖が強い、斧は持ってるな。行け、おお、どうだこれは。よしよしよし、今んとこいいぞ。ああ、そこで、そこで、ああ、どうなる。おーし、ギリギリ勝ちましたね、危なかった、ひやりとしましたよ。お、傷を負わせる。そして平坦が、あと一歩かい。ああ、でもだいぶ能力下がりましたね。防御行軍両方600台、これならこの数の関羽でもなんとかなるか。もう一回一騎打ちやれば美味しいな、これ14000手に入る。で、ぼちぼち巨匠も出るんじゃないですかこれ。もう4万に達しようとしてる。これは一回ですね、コテンパンにしないとですね、もう外に行けないですねこれは。で、馬長が道館、これ落としそうですね。あと2800で円光1万、これいけんじゃないですか、いけそう、頑張れ馬長。さあ、このターンですね、助行平坦、あ、平坦切り切れて、おお、もう一回一騎打ちだ。これ傷を負ってますよね確かね。
うーわ、これはジョコ殺すかも。いやかかってこいって自分で仕掛けたやん。我が大斧の錆にしてくれ。斧だけは持ってる。さあ行け。飛びはしない。うーわー、これはカウのリンチだ。うっす、行ったかな。これジョコどうですか。まだ傷、カウ武力上がる98。うわ、これ壊滅かな。行っちゃうんじゃないこれ。うわ、ああ消滅かい。森消滅、いや森消滅でもないなこれ。あれこれ何消滅だろこれ。うわーずっちいなこれ。負傷兵110だもん。ずっちいな。今1万ががっぽり入る予定だったのに。あらららららら、これは極洋を取ってもどうせすぐ取られるんで、体勢立て直してもう一回行きましょう。このターンデスゲートに差し掛かった装備ですね。さあどうなるか。うわすごい弓矢倉で張飛が寄っていく。結構削れますねこちらもね。大丈夫かなこれ。うわでも張飛が来たとな。装備は撃破だ。よーし、傷を負わせたらしい。うわうわやべえな、これ極洋をちょっとかすめて帰ろうとしたらこのざまですわ。これ芝居追いつくんじゃないかこれ。早いから芝居は。これルート変えましょう。やっぱりちょっとね、歩を取ってやろうなんて考えちゃダメですねこれ。湧いてきちゃいます。で角は15000、また硬いやつをよこしてきましたね。部員でしょうねこのルートは。うん、お両家逃げますね。いいですよ、芝居追いつくんじゃないかこれ。お大丈夫かこれ。早いんだもん芝居は。芝居の目標領火隊か、山だなこれ。これ領内の山だったらさすがの芝居も届かないと思うんで。んジョナンさらに3000、なんだこれは。で円も出てきた。なんかややこしい出し方してますね。でこの長子馬体、あああ、いいなこれ。この待望の武漢攻撃いいぞこれ。我々もですねこの角合で長元また出てきたやつ、ここら辺蹴散らしたらですね、もうこうして極洋を取り、うん、そこまでだな。極洋を取りからの先のビジョンが見えない。このターン対角合ですね、4部隊か出しました。収葬で裏ついて両下でこちらの裏をつく作戦でございます。ってやってる間に超運赤ゲージ溜まったところ、これ行った方がいいかもしれないですね。連携入りそう。どちらにしろ黄色までちょっと待てないですねこれ。おそらく混乱さえ入れちゃえば楽になります。よし行け、探求がけ、あーっと超飛いいぞこれで。おお素晴らしい。おっしゃおっしゃおっしゃ、これいっただろう。序章捕獲、おかえり序章。そして関羽各愛、これも勝てるんじゃないか。関羽103、各愛80、捕獲お願いします。よし行け、一気に14000いただいちゃいましょう。いけ、バッコイイ。おっしょおっしょ、飛ばした。いやこれ死の香りがするぞこの飛ばし方。やばいな、牛筋に続いて。おお気づか、なんでこれ安心しちゃってんの。このターンは熱いですね。まず各愛ですね、もう一回一騎打ち行ってくれないかな。おっとこれは中遊か、うん、違うわ軍神だ。どうなんだい、これ敷居下げ切って壊滅を狙いたいところ。カンペ統率上がる、ナイスカンペ。総人撃破いいぞ。これで相手は各愛ただ一人と思ったら芝居が来てる。早いぞ芝居。このターンは各愛4000、敷き落ちで壊滅できるかというところ。おお、いった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 、よしよしよし、3000はゲットだ。で長元に襲いかかる。で長運短期がけ、赤ゲージついてますね。うわ長飛やばいな、ここは早速短期がけいかないと。
超飛が壊滅してしまう。いけ、何連携、2連携十分でしょう。よしよしよし、おお芝居も壊滅だ、強い。危なかった。あ、長剣捕らえましたね。で、なんか来てるな。うわわわ、なんだこれこれ全然進ませてくれない。バタイほっといてるじゃないかこれ。あ、でもバタイきつそうっすね、これやられちゃいますね。うわわ、おびただしいな。なかなかこれ外出してくれない。これ連合の方がいいんですね、これね。孫権がね動いてくんないと。これ孫権結構パンパンいってますね。これ孫権が攻めてくんないと。これ2個強食だな。うん、そんなことしてる余裕はないんだけども、ここは一旦総員退却ですね。また敵の出方を見ながら再編成してまいります。うわ、これすげえな。戦歩ホドコンの異民族コンビで来ましたね。そして官兵が捕らえたのは長元だ。重傷ってますね。よし、ふわりゃ。そして張飛が捕らえたのは序章だ。これ来るでしょ、99でも来るでしょ。さあ来い。あー、なんでだよおい、今恩を返す時だろう。ふわりゃ、これは何としてでもですね。いや、しかしですね、これ本当にね、どんどんグレード上がっていくんですね。これ奉仕1万6000とか結構厄介ですよね。あっという間に削れちゃいますからね。で、こちらもですね、8000、8000、6000に、まあ、これは投石なんでどうでもいいですけど、これも2万ですからね。3部隊2万、これだったら1部隊2万の方がねだいぶ楽ですよ。3部隊に分けてるあたりが難しいです。しかしこれ乗り切ってあと1回ぐらいですかね、乗り切ればさすがに後方いなくもないなまあでもこちらの兵力ね多分増えていくんで、うまく戦えば物資も増える。そうすればですね、感触を与えてこちらの動員数が上がる、まあ、未来は明るいですね。まず序南方面ですね、関羽出します。官兵周遭良化。わっ、李通まで来た。やべえなこれ、総攻撃じゃないのこれ。本気で深夜落としに来てる。で、こちらもまた芝居。うわ、いやこれやばくないかこれ。さすがに総攻撃じゃないかこれ。さすがにですね、ここに来て感触与えていきます。もう金をケチってる場合じゃない。まず長雲関羽張飛ですね。鎮東砲と、そうですね、劉邦もか、ここら辺も与えておきましょう。よし、うん、いいっすね、いいっすね。おお、一騎打ちか、関羽王朝。いやこれはいいぞ。よし来い。関羽103、王朝51。怪我してんのかなこれ。うわー、これはもしかして、いや殺したらちょっと入んないか。捕獲がいいな、関羽捕獲がいいんだけど。やっちゃったかなこれ。兵が欲しいの、兵が欲しい。うちと、うち取った関羽2人目かなこれで。で、さすが奉仕早い。これこれ深夜まで来ちゃいますね。まあその方が相手の兵端伸びて対処はしやすいんですけども、ついにこの時が来たか。このターン忙しいですね。深夜また全部出しまして、左劉備砲と張飛ですね。そして張雲短期がけ入れられますが、ちょっと関羽を移動させて連携働くようにしました。なのでちょっと待ちます、少々待ちよう。その間にですね、範囲内に李通あたりですね回ってきてくれればいいところ。さて李通は、お、いいな、いいぞいいぞ。守礼に接するか、うん、そして同盟交渉どうかな。金銭じゃ無理かな。よしよしよし、成立。やりましたね。ここ成立するかどうかでかいですからね。さあこのターンですね、左ちょっと旗色悪いんで一旦引きます。で、長雲ですね、
もういっちゃうか。赤ゲージ、短期がけ、いけ、軍神お願い。あー来ない。まあこれでシュレイはやれそうですね。問題は左ですね。趙飛がちゃんと引いてくれるか。おっとこれ一騎打ち、捕獲お願いします。さっきはこればっかり。105対69、これいけるぞ。よし任した。うん、飛ばしてもいい。うん、あいけ、おー飛ばした、いいぞ。やったかこれ。打ちとじゃない、打ち取れない。でシュレー撃破、お、そしてチョン対リツ、一騎打ち率上がってますねやっぱりね。チョン103、リツ82、割といい勝負に見えてきた。固有ぐらい、固有じゃないぐらい。さあ行け、チョン行くんだ、バチコイ。おおおおおおお、やり返されてるけどチョンは硬い。4合目、5合目買っていく。KO まではいかない。うん、傷を負わせたですね。はい、見えづらいけど、ここは中遊亀裂、よしよし、総飛を撃破していく。いいっすね、うん、調子がいい。深夜に戦法突っ込んできましたね。士気こんなに低いのに。ここは劉備と張飛をもう一度出して平坦を切りつつです。おお、もう一回一騎打ちだ。これは殺しちゃうんじゃないか。これ打ち取らなければ4000の兵が手に入る。打ち取らないでくれ。さあ飛ばすかどうか。まあ飛ばした。このあとです問題は。どうだ、よしよしよし、いいぞ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 。これは戻った方がいいかも。戦歩撃破、うわー来たなー。これいけんのか。お、長歩入った、いいぞいいぞいいぞ。よし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 、この大防衛戦きついですね。まだ敵左4部隊、雨金は9000、これを両方抑えなければいけない。そして官兵が吸収の将、うわ張飛やばいな。1500、これ持つかな。で雨金に短期がけか、言っときましょう。混乱でこちらの損害を抑える。2連携お願いします。あー単発か。うわ混乱もかからない。雨金強いですね。さあ問題はこちら、張飛を出しております。早速です。うわー張飛やばいな。うん、これは軍神だ、これも単発1900で一騎打ち。趙雲がすごい。趙雲103、雨季77。さあ行きましょう。バチコイ、おお強い。うわうわうわ、これ KO だ。ういっすういっす、4合目 KO。 捕獲捕獲、あーこれは削り切れるか。なんか右に孫権見えるなと思ったら、これすごいですね。大攻勢、効果大攻勢ですね。これこれ効果落ちるんじゃないですかね。今のうち前回の連合で結構上げてるんで、有効まで上げてる。親密まで一回上げますか。これ親善で同盟組みましょう。これ隣は全部同盟組んどかないと。これ長級は特にですね、やってきますからね。ペロ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 。なんか孫権に好かれてるやついないのかな。孫権の親愛に闘志いますね。だから闘志でいいんですよ。よし、闘志を送り込めば同盟が組めるか。もう友好から同盟いっちゃうか。いや難しいか。まずは親善ですね。親密まで上げて難易度を下げましょう。金運はマックスいきましょう。2052、やるとしましょう。頼んだぞ。このターン張飛がうまく引けるか。ホドコン撃破、うん、そして帝杯撃破、あと2部隊ですね。なんとか、なんか、おーっとまた仕掛けた。これで1900ゲットかな。打ち取らなければ。怪我してますね。いっちゃいましょう。さあいけ、飛ばせ、うん、飛ばした。
打ち取りかどうか。ウキン結構打ち取り率高い気がするんですよね、うん、そんなことはない。よし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 、これ負傷兵相当いってんじゃないですか。これ超武力上昇98、超運の、おお負傷兵9000、いいぞいいぞ、9900ゲットだ、これはすごい。あ、張飛はうまく引きましたね、いいですいいです。あとは加工音芝居、なんとか倒してほしいところ。よし、加工音撃破だ。あとは芝居だ、あれ食らわなきゃいい。うん、あれ食らうなよ。幾葉をね取り戻そうと思いますね。しかし宗神がこちら見えている。よし、芝居撃破、捕まえちゃえばいいのに。あ、宗神やってきますね。これ宗神が後ろから来るけど、これもやってくるのか。あ、これは行くようだ。あ、そうですか。わかりました。で、なんか一騎打ちの発生率やっぱ上がったような感じがいたしますので、こちらはね一騎打ち強いんでガンガン狙っていきたいなと思っております。さあ次回はどうなるか。今回も最後までご視聴ありがとうございました。